海部都市記は、日本の政治家。第76.77代内閣総理大臣。君党は、党下大受賞。衆議院議員、労働政務次官、内閣官房副長官、自由民主党国会対策委員長、文部大臣、自由民主党総裁、大倉大臣、新進党党首などを歴任した。国際天文学連合会長の海部のりを、2008年に、 ノーベル物理学賞を受賞した小林誠のいとこである名古屋市東区七局長に生まれる6人兄弟の長男だった家業は祖父が明治時代に創業した中村写真館店は中草加の松坂屋名古屋店の北側にあった1943年3月名古屋市立南久谷国民学校卒業旧生愛知一中を受験するが 不合格。同じ学校から受けた11人のうち9人が受かり、落ちたのは海封を含め2人だった。同年4月、旧正東海中学に入学。学徒動員により、名古屋市東区大幸町にあった、三菱重工業の工場で働かされる。航空機のエンジン部品作りに明け暮れた。1945年、少年飛行兵学校に合格。 10月に入校することが決まるが、その前に敗戦を迎える。旧正中央大学専門部法科卒業後は、河野金賞の秘書になる。新生早稲田大学第二法学部法律学科に編入学。中大在学時は、中央大学時立学会に、総大在学時は、早稲田大学有弁会に所属した。1956年には、早稲田大学大学院法学。 研究科修士家庭中退して学生時代から勤めた河野金賞の秘書に専念する。1957年11月17日、旧岐阜一区の柳原三郎衆議院議員の手伝いをしていた岐阜県美野市出身の女性と結婚。1958年3月29日、河野が急死後継候補の一人に押し上げられるが、 三木武雄の判断で妻の河野孝子が地盤を引き継ぐこととなった。同年4月20日、河野氏の秘書となり、5月22日に行われた第28回衆議院議員総選挙で、河野氏は初当選した。初党員時代の甘1967年頃の、海部文部大臣時代の甘1960年9月16日、河野隆子の代わりに、秘書の海部が、 次期衆院選、旧愛知県第3区に立候補することが決定。同年11月20日に行われた第29回衆議院議員総選挙で、全国最年少で、初当選した。1960年12月、自民党青年局学生部長に就任。1964年、青年海外協力隊の構想をまとめ、アフリカを横断調査。 同団体の創設に力を注いだ。1965年には自民党青年局長となった。1971年頃まで一宮市申請で借屋住まいをし、その後、同志兵は一丁目に自宅県事務所を構えた。初当選以来、河野金賞が幹部を務めていた三木派に所属し、三木武雄の秘蔵っ子として知られていた。三木を尊敬し、わかりやすく、 綺麗な政治を信条とした。理想の政治家はとの問いに対しては、常に、三木武夫と回答していた。三木が、総裁選で、田中角栄に敗れた時には人目をはばからず、号泣したという逸話もある。ただし、海復は引退後の回想録、政治と金で、三木もそれなりに買収工作をやっていた。金をもらった議員がみんな三木に入れていれば。 結果は変わっていたと暴露している。三木派が川本派に移行してからは、1994年に離島するまでの間、名実ともにナンバー2として川本敏夫を支えたが、川本とは対照的に資金的な貢献が少なかったため、財布と自打つわとあだ名された。ニューリーダーの次を狙う政治家として、橋本龍太郎、藤浪高浦とともに、ネオニューリーダーと呼ばれた。 早稲田大学郵弁会の先輩である、竹下登ら総大出身者との親交が深かったため、現住所川本派、本籍竹下派とも言われた。竹下が総理になった暁には、川本派を離脱して、竹下の元に派生参じるのではと囁かれたこともある。1966年に労働政務次官、1972年に衆議院議員運営委員長、 1973年に自民党人事局長、1974年に自民党副幹事長などの要職を歴任する。1974年には三木武雄内閣の官房副長官に就任する。官房長官の井出一太郎の代わりにランブイエサミットの調整を行い、1975年ストケンスト問題の時には政府の窓口として労政交渉や、 野党対応、マスコミ討論を担当する。1976年9月、自民党国会対策委員長に就任。同年12月、福田武雄内閣で、文部大臣として初入閣を果たした。石原慎太郎と共に、昭和生まれ初の大臣であった。1985年、第2次、中曽根内閣で、再び文部大臣を務めた。 文部大臣時代の業績として共通一時試験の導入が挙げられる。1989年7月24日、宇野宗介首相が第15回参議院議員通常選挙敗北の責任を取り辞意を表明。当時、主な有力議員はのきなみリクルート事件に関与していた。中曽根康弘は責任を取って離党。安倍慎太郎、宮沢喜一、 渡辺道浦ニューリーダーは、自民党が定めた、1年間、もしくは次の総選挙まで、党の役職を辞退するという内規の対象となり、禁止中の身であり、4大派閥はいずれも後釜の総裁候補を出せる、状態になかった。宇野が人員を表明した7月24日、安倍が退院した。同日、小沢一郎、梶山清六、 奥田敬和ら竹下派幹部は意見交換にした。どの派もリーダーが総理になる前に、ナンバー2が手を挙げるわけにはいかない事情があったが、梶山はこの席で、橋本総裁でもいいと発言。特に異論は起こらなかったため、一部に、橋本使用率との情報が伝わった。竹下の意中の候補は、早稲田大学郵弁会の後輩で、親しい関係にある会府であった。 クリーンなイメージは、リクルート後にはふさわしかったし、再登板も視野に影響力を維持したい竹下に、とっては、もしくは、あるが、決定的な世代交代に至らないという点でも、好ましかった。何より、中小派閥の出身で独自に強い政治基盤を持たない海部は、竹下にとって統制しやすい存在でもあった。当時、竹下と、海部は、長田町 TBR ビルに、 事務所を構えていた。竹下は4回、開封は10回。竹下に呼ばれた開封は7月26日、人目を忍ぶように、竹下事務所に足を運んだ。竹下は、自派からの橋本龍太郎擁立は難しいことを、開封に伝えた。ここから、開封都市記首相への道が始まった。7月27日、安倍は竹下を指定に尋ね。 ポスト、宇のの選出方法について意見交換した。三番町の自宅マンションの電話は朝から深夜までなりっぱなしであった。議員や記者が連日押しかけてきた。7月29日、海部は妻と長男と長女を車に乗せ逃れるように八ヶ岳の麓のホテルに向かった。この頃には海部も覚悟を決めていた。俺も政治家として死ななきゃならんのだから、その前に、 精一杯のことをしたいと家族に伝えるが、全員から反対される。二拍子、東京へ帰る車中でようやく妻が折れた。7月30日、元麻布の金丸亭に、小渕慶造、小沢一郎、奥田慶は梶山正六、羽田勤渡辺光三ら竹下派幹部が顔を揃えた。ただしそこに、橋本の姿だけがなかった。 橋本への一本化は100人を超える派閥の分裂につながりかねなかったため、金丸は橋本君にはもう少し人間修行をしてもらうと述べた。7月31日、竹下派は常任幹事会を開き、自派の候補者擁率を見送る方針を正式に確認した。同日、橋本は不出馬を表明。竹下派の派内調整が進行する中で、 川本派内では、領収の川本俊夫の擁立の動きが続いていた。すでに78歳であったが、最後のチャンスと総裁選出馬への意欲を見せた。8月2日、川本は、自派議員から個別に意見を聞く一方、安倍、金丸らと意見調整するが、説得された結果、出馬を断念した。同日、会復は、記者会見にし、出馬表明した。 同年8月8日に行われた自由民主党、総裁選挙には、開部のほか、宮沢派の支援を受けた二階堂派の林義郎、安倍派の石原慎太郎が立候補。いずれも、派閥の長ではないという点で当時としては異例な、総裁選となったが、最大派閥の竹下派の支持を得た開部が両者を、抑えて、自由民主党総裁に選ばれた。 1989年9月1日、ホワイトハウスにて、アメリカ合衆国大統領ジョージ・ H.W. ブッシュと1991年7月15日、ロンドンで開催された第17回先進7、各国首脳会議にて、就任参院選の結果、自民党が過半数割れに追い込まれたことにより、ねじれ国会に突入した。主犯指名選挙では、自民党が、 以前過半数を占めていた、衆議院は開府、野党が過半数を確保した、参議院は日本社会党委員長の土井隆子を指名した。日本国憲法第67条、第2項の規定に基づき両院協議会で協議されたが、両院の意見は一致せず、衆議院で指名された開府が内閣総理大臣に就任した。開府は初の昭和生まれの首相でもある。 海譜が首相に就任した頃はバブル景気の真っただ中で経済は好調だったがいわゆるリクルート事件などによって国民の間に政治不信が強まっていたそれだけに精神なイメージで殺走と登場した海譜に寄せられた党内外の期待感は大きかった祖格においてはリクルート事件に関わったとされる政治家に代わりリクルートと関係の薄い政治家を 優先的に投与した。このため党内の不満が高まり、後の政治改革法案が廃案になる原因にもなった。第一次山内閣発足直後、内閣官房長官、山下徳夫の女性スキャンダルが発覚する。会封はすぐさま、山下を更迭し、環境庁長官、森山真由美を横滑りさせて、女性初の官房長官を誕生させ、各種行事に、 夫婦同伴で出席するなどして女性層の支持拡大を目指した。海部にとって最初の大きな課題は総選挙で勝利することだった。衆院人気切れが迫る中、自民党は次の総選挙で参院選と同様の敗北を喫することだけは避けばならなかった。結果、1990年の第39回衆議院議員総選挙で自民党を対象に導く。 1990年には首相として即位の礼をしきり成功させた。党内基盤党内基盤が脆弱であった海府は自民党にとってはその場しのぎの看板という側面もあった。中小派閥である川本派の幹部である海府が総裁選に勝利したこと自体、元首相の竹下が自派の党数をもって海府を押し上げたに過ぎなかった。 例えば第一次甘内閣の発足時にあたっては、主犯指名の1時間後にまず党三役が決定。即座に、小沢一郎新幹事長らが、党本部の幹事長室で各派と連絡を取りながら、天抜きで組閣を進め、隣の応接室で待たされる会封は、一切関わることはなかった。その後、首相官邸に会封と三役が移動して、正式の組閣を、 小沢らの人選そのままに進み、主犯指名からわずか5時間で新閣僚名簿が発表された。石原信夫の回顧録には、海部さんは重大な法案などを決めるときには、金丸、竹下両氏の判断を仰いでいたと記され、自民党幹事長の小沢一郎からも、海部は本当にバカだな。うのの方がよっぽどマシだと告評され、根虫賞が、 開封以上に強い影響力を持っていた。外交1991年、小沢主導により湾岸戦争の戦費として、他国籍軍に130億米ドルもの資金を提供する。当初、戦国エイトの新聞に載せられた感謝広告に、日本の国旗が掲示されなかったが、その後改められた。この施策に関し、右派からは、金だけ出して人出さない、エセ国最高権。 一国平和主義、左派からは、アメリカの言いなりになり無キ金を拒出したと、批判されるなど、左右の知識人から批判を浴びた。停戦後、自衛隊創設以来初の海外実任務となる、海上自衛隊総会部隊を、ペルシャ湾に派遣する。1991年には、ソビエト首脳として、最初で最後の来日となったゴルバチョフと会談している。 自民党総裁にして内閣総理大臣でもある会府は、小選挙区導入反対派の加藤光一、山崎拓、小泉純一郎の YKK などによる党内からの猛烈な投確運動を受けた。64天安門受験後、ヒューストンの第16回先進国首脳会議で円借款再開を表明し、世界から孤立しかかった中国に、 天安門事件後の西側先進国首脳では初めて訪問して遠借館を再開させた。ヒューストンサミットを前に、海部は対中制裁反対派の中曽根康弘、鈴木善光、竹下登元首相に制裁会場を迫られていた。海部自身は中国に対して原則を貫いたと語り、天安門事件の犠牲者の冥福を祈るため、法中時に、 天安門広場で喧嘩を行ったという。当時のアメリカのジョージ・ H.W. ブッシュ大統領は、議会と対立するほど、制裁全面化に消極的であり、秘密裏に、ヘンリー・キッシンジャーや、ブレント・スコークロフトを中国に派遣して、民主化運動家のカタツトムノの出国をめぐる交渉を行っていたとされる。カタツトムノの出国を条件に有志再開を、 日本は中国に持ちかけた、ともされ、ブッシュは第16回先進国首脳会議で対中円借款再開を表明した開封に同調した。1991年に民主化後初の大韓民国大統領であるロタイグと会談し、その席で懸案であった在日韓国人の指紋大夏の廃止を約束し、その後実施された。 内閣総辞職案案危機や国連兵は、協力法案の廃案といった困難はあったが、政権支持率は、おおむね高水準で推移し、回復は、政権運営に自信を深めていく。そして、政治改革関連法案の成立に意欲を燃やしたが、国会で、審議未了廃案となったことを受け、重大な決意で臨むと発言。 これが衆議院の解散を意味する発言であると受け取られた。首相にとって、殿下の宝刀の異名を持つ解散権は総理大臣の専権事項である。しかし、自民党内の半山勢力から大反対の合唱が起こった。最後には開封をバックアップするはずだった竹下派や小沢勢力でさえ、明確に解散不支持を表明したため、 開部は結局解散に踏み切ることができなかった。また、それまで開部を支持してきた竹下派親や小沢勢力が、開部の不支持を表明し、宮沢貴一、三塚博士、渡辺道夫ら反開部の派閥の領収たちが、総裁選に立候補を表明した。これにより、開部を支持するのは、自身の派閥である、小派閥の川本派だけとなり、 総裁選に再選できる道は閉ざされた。1991年11月5日、海部は総理大臣を辞職。在任中は竹下派に手足を縛られ、思い通りの政権運営はままならなかったが、決定的な失勢があったわけでもなく、本人のクリーンで爽やかなイメージは根強い国民の支持を得続けた。 在任中の内閣支持率は高い時で64%、退任直前でさえも50%を超えており、逃げ切らない不完全燃焼の中での大臣となった。首相在任日数818日間は、日本国憲法下において、衆議院で内閣不信任決議が採決されなかった内閣の首相としては、最長日数記録である。 1994年6月29日、自民党総裁の河野洋平が、党の政権復帰のため日本社会党、新党先駆けと自社差連立政権構想で合意し、主犯指名で社会党の村山富一に投票することを決めると、これを拒否して自民党を離党した。同じく造反した津島雄二の説得により、 旧連立与党である新政党や日本新党から、主犯指名の統一候補として担がれるも、自民党からの増反は期待されたほどは起こらず、決選投票で敗れることになる。同年7月18日、公職選挙法235条違反による裁判で、参議院議員の新馬正擦の有罪判決が確定。新馬の当選無効に伴う、再選挙で、野党旧党派は、 労働官僚の都築譲を擁立し、7月27日、海部は、都築の総合選対本部長に就任した。対する自民党は、国連職員の水野次郎に出馬要請し、党県連会長の村田圭次郎は、海部と絶縁する宣言を行った。海部の番頭角だった、服部光孝憲県議も、25年間の縁を切ると強い、口調で述べ、 自民党との溝は一層深まった。また、7月27日に、海部は自由改革連合を結成して、代表に就任している。同年12月10日、新進党を決闘して、初代党首に就任。同じ旧愛知3区の江崎哲美学も、新進党結成に参加した。同年11月21日に、政治改革四方における小選挙区の具体的な、 区割法案が国会で可決。海府も江崎哲馬も市宮市を含む愛知10区の公認を主張して譲らなかったが、1995年3月17日、新進党本部の調整で、海府は愛知9区、江崎は愛知10区と決まり、両原職の戦争は回避された。新進党分党後は1年1ヶ月の無所属暮らしを経て、 自民党との連立政権に加わった自由党に入党。2000年の同党分裂の際には自民連立継続派の保守党に所属する。保守新党に改組して臨んだ2003年に第43回衆議院議員総選挙では民主党の新人、岡本光則に比例復活を許したが、小選挙区勝利で連続当選記録を伸ばし、 選挙直後に九州合併される形で自民党に復党した。復党後は古巣川本派の後継である高村派には戻らず、二階俊博ら一緒に復党した、旧保守新党議員らと二階グループを結成した。自民党復党の折には自民党幹事長安倍晋三から復党を。 もろ手を挙げて歓迎しますと言われ、離党した際に撤去された、海府の肖像画も再び計画された。2009年の第45回衆議院議員総選挙にて、小選挙区で民主党の岡本に8万票以上の大差をつけられ、惨敗し、党の73歳定年制もあって、重複利候補できなかったため、比例復活もできず落選した。同日、 政界引退を表明。開府は、総理大臣在任中の成果を強調し、選挙に挑んだが、開府の首相時代を知らない若い世代の有権者が、増えたことも、落選の一因とされる。首相経験者が落選したのは、1963年の第30回衆議院議員総選挙の石橋丹山、片山明以来46年ぶり、自民党総裁経験者としては、 石橋以来二人目である。解散時点で、開封の連続当選回数は16回、勤続年数48年9ヶ月と、衆議院議員としては、現職トップだった。この時当選していれば、小崎幸夫や師匠である三木などに続いて、衆議院議員在職50年に到達する、ところであった。政界引退後は、世界連邦運動協会会長、 日本ソフトテニス連盟会長、大将こと協会理事長、日本ティーボール協会会長などを務める。また、三木睦子が理事を務める。中央政策研究所では最高顧問を務める。2010年には改装録、政治と金を、新調新書から出版した。2011年、東海大受賞、名誉愛知県民賞を受賞。2012年3月、 中華民国の国立中央大学より名誉博士称号を授与される。同年9月自民党総裁選に立候補した町村信孝の表敬訪問を受け激励した。2014年から中日新聞県内版に海賊都市機械総録を連載した。現在は聖華大学の出資を受ける同期中華シンクタンクの顧問を務めている。 2019年11月29日に中曽根康弘元首相が死去したことにより首相経験者で最古参になった。また、存命の首相経験者としては村山富一の次に恒例である。最高齢の総理大臣経験者と最古参の総理大臣経験者が異なるのは1993年12月16日に田中角栄が死去して以来である。 南京事件については大虐殺説肯定論者である。2010年に中国の正体で放中した際に南京大虐殺論争に触れ、日本は歴史上南京市民に対して許されない過ちを犯してしまった。一人の政治家として南京市民に深くお詫びを申し上げたいと市民への謝罪を行った。水玉模様のネクタイをトレードマークとしていることで、 知られる。これは、三木内閣の官房を副長官時代に、国鉄のストケンスト問題で、テレビの討論番組に出演した際、対処で多忙を極めきたくも、ままならぬ時期であったことから、たまたま水玉模様の、同じネクタイを連日連夜着用し続けていたことに、関して視聴者から、突っ込みが入る一幕があり、それを機に意図的に自らのトレードマークとして、 決めたという経緯によるものである。首相時代には水玉模様のネクタイばかり600本以上も持っていたと語っており、広島と長崎の平和記念式典にも黒字に黒の水玉模様のネクタイをして出席していたほどの徹底ぶりであった。また、昭和天皇の体操の例でも同じく黒字に、 黒の水玉模様のネクタイをして注目を浴びた。旧正東海中学時代には自ら弁論部を創設し、地区大会で優勝するなど早くから弁論で頭角を表し、旧正中央大学専門部法科入学とともに、中央大学自立学会に所属し、数々の弁論大会で活躍。同大学卒業後、一旦は法務省に、 事務官として入賞するも退職し、同郷の大議士、河野金賞の書生を務め、河野の母校でもある、早稲田大学第二法学部法律学会編入学し、早稲田大学有弁会に所属。総大在学中は有弁会で、弁論術の研鑽及び人脈作りに勤しんだ。学生弁論大会で優勝した折には、審査員の一人だった早稲田大学総長の、 ときこやまつねざぶろうから、海封君に勝る者はいない。海封の前に、天なし、海封の後に天なしだと評されている。同年代の雄弁会仲間には、渡辺光三などがおり、この時代に培った人脈が、政界入り後に大きな力となって、小派閥の番頭角でありながら、首相のポストを得る原動力となった。当時は、単独公安反対を主張していたと言われている。 1960年に行われた第29回衆議院議員総選挙に、河野金賞の死後、後継として出馬して一期務めた、未亡人、河野孝子の後継者として出馬。応援演説に来た、井出一太郎が放った、財布は落としても海復は、落とすなというキャッチフレーズで人気が沸騰し当選した。この時29歳であったことから、 29回総選挙に29歳で初当選したから29年後には総理大臣になると公言していた。しかし自民党内では暴流である三木派に属していたため当時は総理になること自体が現実味のある話とはみなされておらず、また本人も講演会などの挨拶における半ば冗談混じりのネタとして用いていた。 ところが、後に、前述の条件が重なったことにより、初当選からくしくも29年後の1989年に、高原通り総理大臣就任が実現した。総理就任から1ヶ月後、大相撲で通算勝ち星記録を更新した横綱、千代の藤見次に、国民栄誉賞を授与したが、この直前、 大相撲九月場所で千代の富士は29回目の優勝を達成しており、かつ、授与式が行われたのも9月29日であった。首相の座を射止めたことから、多くの秘書が政治家として有役した。1990年7月9日、テキサス州ヒューストンで開催された第16回先進、7カ国首脳会議にて1990年。 アメリカ・ヒューストンで開催された第16回、先進国首脳会議における、首脳記念撮影の際、イフが身振りを交えて、英語で軽い冗談を飛ばしたところをお受けとなり、アメリカ合衆国大統領、ブッシュ、イギリス首相、サッチャー、カナダ首相マルルーニーが爆笑している場面の写真が、全世界に配信された。イフによれば、以下のようなやりとりがあったという。とにかく、 暑くてね。屋外で記念写真を撮影した時ですが、カナダのマルルニー首相が、アメリカは田舎だから暑くてたまらない。カナダはこんなに暑くないなんて言っておるんですよ。冗談の好きな男でね。撮影のために並んだら、暑い、暑い。俺はぶっ倒れるなんて言うんだ。私はちょうどマルルーニーの左隣にいましてね。あっち側はサッチャー A 首相だった。 だから、カナダが倒れたら、日本は支えきれないぞ。あっち側に倒れろ。鉄の女に何とかしてもらえと言ったんですね。これが、ブッシュ米大統領、サッチャー A 首相、マルルニーカ首相の爆笑を誘った。ありがとうございます。